はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はね、空港の様子をちょっと見に来ました。オートバイでね、来たんだけど、オートバイもね、駐車場に入れるみたいね。で、なんか車の半額だって言ってたけど、今日は10月1日、日曜日にね、空港がどんなもんだかちょっと見てみましょう。車が通ります。いや、空港も久しぶりだな、久しぶりだなって言って、まあ、ほぼ乗ったことはないんだけど、ここから入るのも初めてだな。ちょっと入ってみよう。あ、ここ出口のとこだな。台湾、台湾ね、国際線就航線、こんななんだ。じゃあ、空いてるね。搭乗口は空いてるな。お店は人結構いるね。中もそんなでもなさそう。それでも人多いのかな。もう夕方だからな、そんなに人いないか。こっから帰る人かな。この時間で来る人ってあんまいないよねって思うけど。函館山、はい、函館山ね。またそのうち飛行機に乗りてえな、本当に。函館空港 ね、羽田でいうバードアイみたいなとこかな、まあ、ここで飛行機飛ぶとこ見れるんだけどね。いや、ほんと乗りたいね、乗りたい。エアドゥだな、エアドゥ。今着いたんだ。この後東京に帰るんだな。いや、乗りたいな、ほんとに。すごい。昔よくね、羽田に飛行機見に行ったよ。まあ、空港はね、好きなんだけどね。まあ、そう考えると、函館なんていつも飛行機飛んでるから、本当にそういうの、もうとっても楽しいんだけどね。なかなか乗る機会はないな。箱屋さん。安いんだよな、ここな。ああ、まあまあいいね。そんな、まあ、見てると食べたくなっちゃうね。美味しそうだ。確かに美味しいんだけどな、北海道は。あ、混んできた。あ、やっぱり混んでんだな、なんだかんだ言ってね、人多いわ。ああ、やっぱり人多いね、多い。まあ今日ね、函館空港に久しぶりに来てみて、まあ、ちょっとね、もう3時過ぎだったんでね、ちょっと時間が遅かったのかもしれないけど、まあ思ったよりね、人はいた感じがするね。まあ、来る人もね、もちろんいたし、まあ、ここから帰る人もまあまあいたみたいな感じです。いや、本当にね、
自分もねまた飛行機に乗りたいなとつくづく思っちゃうんだけど、なかなか休みもなく事情は許さないので飛行機に乗れませんということで、愚痴を言って終わってしまいました。まあそういうことで今日はこれでおしまい。まあ、大した情報じゃないんだけどね、一応まあ今の函館はこんな感じです、函館空港はこんな感じですみたいな感じでお伝えしました。では最後函館山をパックに終わりにします。じゃあまた。あ、すごい光が輝いてて綺麗だ。